はい、できました。ハヤシライス、ゆでなすのごまだれ、だし香るキャベツなどのスープです。いただきます。一日お疲れ様でした。乾杯。あ、いただきます。今日の夜ご飯のテーマは節約飯です。まあ、なんで節約飯かっていうと、冷蔵庫にあるもので作ったから肉は買ったけどね。じゃあいただきます。うまっ。スープ初めて一から作ったハヤシライスです。実食。給食の味給食を思い出す味。うまい。リュウジのバズレシピを見て真似しました。子供なら絶対好きな味なんじゃないかなって感じがするな。
ゆでなすゆでほうれん草のごまだれかけです。本当はね、小ネギ乗せようと思ったんだけど、ネギがなかったので緑色だしほうれん草でいいかと思ってほうれん草にした色一緒ならいいかって。うん、やば、めっちゃうまこれ、ね、超うまい。ネギじゃなくてほうれん草で正解だったわ。これ居酒屋のメニューであったら頼みたくなるなって感じ。これからね、大学生になったりさ、新社会人になったりして一人暮らし始めるよっていう人もこの動画もしかしたら見てるかもしれないんだけど、やっぱね、インスタ映えなお店を100個知ってるよりも自分の得意料理を10個持っておく方が絶対ね、人生が楽になると思うから下手でもね、料理は覚えておくのを僕はおすすめします。まあ、男も女も関係なくね、自分で作ってこれうまいな、作ってよかったって思える料理があると、やっぱ自分で自分を救える日もあると思うのでおすすめする僕は。ごちそうさまでした。美味しかった。